はい、皆さんこんにちは、こんばんは、キムチャです。レッジドショップよろしくお願いいたします。今回もハントレスプレイしていきます。パーク構成はフンヌ、和音、追跡者、バーベキュー&チリ、アドオンにツカと調合薬を持ってきました。まあいつもの構成ですね。まあただ今回はなんと、この試合に参加している全員プレイステージ100です。よろしくお願いします。まあ、といってもたまたまマッチした知り合いなんですけどね、全員。まあなんでとにかく、DVD 大好き集団ということで超楽しみですね。早速和音が発動したので、ここ前々回の動画で紹介した定点メテをやっていきたいと思います。はい、よいしょ。いや、これマジで当たるからね。いくよ、3、2、1、よし。いやマジでこれがもう、さらに調合薬でしっかりとダウンまで持っていくと。で、不協和音発動するってことは2人いるということなので、ここもしっかりと見つけて OK で窓行くかな。これで2ダウン持っていくと。まあ、今回もなるべくね、まあ、キャンプトンネルがメインというよりかは、まあ、とにかく手斧を投げまくって楽しむといったマッチにしたいなって思っております。よろしくお願いします。そして固有も和音が発動してるので、まあ、一旦這いずり放置してこっち狙っていきましょう。一人これ窓行くかな、隙間狙おう。お、行かない、マジ。まあ、だけど固有の方と、こっちの左にいるのは確定してるので、まあ、しっかりと2人同時に追いつつって感じで、1人チェイサー判定入れたいけど、まあ、あの距離はさすがに入らない。で、多分固有側から救助に行くと思われる。ただね、負傷してるから分かんない。お、来てるね。まあなんでとりあえずこっちのメグちゃんおっか、しっかりと線隠しして、これ突っ込むか。お、マジ。しかも起こすと、うまいね。まあただここのポジションは結構ハントレスきついので、先に使わせて先に壊すと。そうすれば後半で結構生きると思うんだよね。さあ、しっかりと救助を見つつ抜いたら確実に一発狙うと。そしたらフンヌで見えてる、こっちのメグちゃんを追っていきましょう。いや、この子ほんとうまいから、マジで。何回かね、今まで公開マッチで当たってるんだけど、毎回ボコされてる気がする毎回ね。まあでも今回もボコされてもいいから、とにかく斧を投げて楽しむといった感じです。さあ、ここフンのあるからしっかりと釣って、バーベチリも見る、いるじゃん。お、だけどこれメテオ警戒、いやーマジか。これね、発電機正面の方は結構当たりにくいから、正面回してるとね、横だとありがたいんだけど。あとこれは上から一発狙って、丘でしっかりと見てこう。そこに一人いるね。さあ、いつ出てくるか。出てこないなら、手斧を構えながら前に進んで。おお、どうした。 OK、 サバイバーはあっちにいるぞという、多分みんなで楽しんでるのかな。さあ、初動を釣ったフンヌにしっかりと釣って、いいね今回フンヌの生成。さあ、先ほど回していた発電機、おー動くねー。めちゃくちゃ警戒してるぞ。まあ一回ね、メテオやっちゃってるから、もうバベチリと、あ、この人は結構メテオ狙うタイプなんだなっていうのはバレてるので、まあそれがどれだけね、警戒されないように投げれるかっていうのが重要ですね。さあ、右に不協和音を発動したけど、多分このチェイス判定で一人は救助に行くはず。なんで全然チェイスして OK だね。ただ小屋側は、あんま追いたくない、特に上手い人は。なんで先ほどの実家の丘に戻って、救助狩りしていこう。一発やって、で、そこ一人押してるね。これ一発メテオやるぞ、行ってこい。いや、でもね、さっきねやってるからどうだろう。おお、偉い。じゃあ普通にこれ追うか。まだね5台で全然余裕あるんで、これ追っちゃっていこうかなと思います。お、これ一発やれるぞ。これはこの距離感あえて殴った方がいい。さあ、まだここでチェイスするならしっかりと。で、さっきね、うまい。さっきは1周目板倒してきてるから、今回はなるべく警戒しつつね、2周目やっていきたいが、うまいね。いや、マジただここは、しっかりと体隠して出すと同時に手斧も投げれば
まあ意外と刺さるといった感じです。しっかりとインコースを狙っていくと。さあ2人が合流してますね。そこでこれバベチリで一発やっていきたい。よし、オッケー。さらに丘から、おお止まる。さあもう1人が多分近くにいると思うんですよね。バベチリで映らなかったので。ただこっちいるぞ。これ2窓狙っちゃう？どうする？とりあえずこっち一発やって、オッケー。さあこっちの2窓の子を追っていこう。まずはここ一発やっていきたい。オッケー。お、離れる。離れるんだったらまあ手斧の回収して。まだね超護薬で見えるんで、いやこれが強い。追跡者と合わせると合計7秒間見えるということで、ロッカー回収した後もまだ見えると。さあここ窓だから、まあ乗り越えるか普通に。ここね意外とハントレスは壁壊さない方が強いまである。だけどこっちの回り方だったら壊した方がいい。時計回りだと結構きついんだけど、逆時計だと逆に壊さない方が確実に窓で狙えるので、まあ、それはしっかりと状況を見て判断するといった感じです。やめてくださいマジこれは影の実力者か。最近さ影の実力者めちゃくちゃ多いんだよね。いやこの一発がだいぶでかいよ。さあ今左一人押してるね。なんで小屋狙いつつ、うまい、左も狙いつつって感じでやっていこう。 OK。 でこういう一発が結構響くから、やっぱこの間発電機回せないからチェイスができるといった感じです。さあ窓は越えない。これ早通しするかな。まあ、ただ手斧の構える速度がね若干デフォルトで速くなったので今の間に合うと。まあ、しゃがむんだったらよく見て投げるといいですかね今の場所は。さあここにもフンがあると1人いる。さあヒールしましたね。なんで発電機蹴って、重機に押しするかな。1人救助重機で発電機回すっていう連携だと思います。なんでこれは、まあ、若干キャンプしつつ、まあ、重機も警戒しつつで1人チェイスしてる間に重機回してる子も一発与えるっていうのが一番いい流れですね。さあ手斧なくなったらちゃんとすぐに回収すること。これもすでに隠して、でこの距離だったら、全然手斧を構えて OK。 まあ、今のは外しちゃったけど一発やったらちゃんと帰る。さあ発電機は回してるね。 OK。 いや結構回してる。これちゃんと追い切らないとだけど、このチェイス中もしっかりと銃器見つつ他の周りの生存者はねちゃんと見つけて、よし、いやマジでよく今当てたな。さあライト待機、これもしっかりと追っていきたい。窓見て一発与える。追っていいね、これ逆に追った方が強い。さあ1人重機の裏から救助に来てると予測して投げるが体出してこないと。ここの発電機やばいな。あと1台で通電しちゃうから、しっかりとあっちも警戒しつつ。ただこれ釣っていいな。1人釣った方がやっぱサバの動きはある程度わかるので、しっかりと釣っていきましょう。多分この間に起こすんじゃないかな。そうだよね。お、発電機誰も回しないのは結構でかい警戒してるね、めちゃくちゃ。これ踏ん張り投げるか。避ける。でそこ2人いる。でこの多分チェイス判定で1人、中央から来ると思うんで、それも警戒しつつしっかり構えて、どっから来るか。いやここマジで肝心よ。丘の裏から1人来てるね。さらに多分小屋側から1人と重機1人だと思います。これ重機投げるか。重機投げつつこっちも追いつつ、もうこれ3人同時に追ってるぞ。振り受ける読み、よし、でかい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 。いやただ手斧がなくなってしまったので、これ一
発殴りたいけど先にとりあえず解消するか。間に合わないんじゃないかな。どう、さすがに OK、 一発やっても間に合わない。これ一人落とせるぞ。でかすぎる。 OK 頼む、回んないでくれ。でも一押しだぞこれ。おまじ、この救助はマジ偉い。しかも回ってしまうとこっからよ。ゾウを行こう。一発、いやマジうまいな。やっぱさすがだな、みんな連携がすごい。あっちのゲート見つつ、多分二窓に二人いるよね。お、いるね。これ隙間狙うか。お、マジ？もう一発行こう。頼む、行け。よし気持ちいい。もうこの隙間決めただけでもういい、もう負けていい、もう実質勝ち。気持ちの問題です。ハントレスはさ、ゲートが開いてしまいましたと。ただここもう一人いるのは分かっていたので、しっかりと打っていきましょう。さあこの間に一人が来るか。デッドアード見て一発やると、これ来てるね。これワンチャン間に合うんじゃない？この距離なら一発ここでちゃんと当てれば。キョ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 。でもう一発しっかり超火薬で見てデッドアードを見る。オッケー。あぶねー。いやもうこれはね、サバイバーの方たちがやっぱこうどうしても味方を助けたいと、フレンドを救ってみんなで逃げたいという思いがあったからこそ、まあ、ここまで崩せたかなと思います。これだから楽しいよね。お互いがこう、僕はテオノをとにかく投げたいし、スバイバーはとにかく友達と逃げたいこれがうまく噛み合うっていうね。いやーよかったんじゃないかな。プレイステージ100でね、全員もうみんな DVD 大好きだし、めちゃくちゃ楽しめたし、僕もメテオと、二窓の隙間やれたんで超満足です。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ジジイ。